すっごく痛むの。今日も一日頑張ってきなさい。帰ったらごちそうだから。すごいケーキ用意してあるのよ。本当？嬉しい。それともう一つサプライズもあるぞ。え？何？言っちゃったらサプライズじゃないじゃないかなあ。ナイス。
校生がムカつくんだよね。はーい、上履きプレゼントです。同じくプレゼントです。あれじゃねえよ。おい、誰がやったんだ。はい、私ですけど。何か食べ物は大事にしないとな。お利口ね。定年になったらパパに頼んで田所製鉄の主演にしてあげるね。明日になる前に人として生きれる今日大事にしな。誰？待って！あ、いた！探してたのよ。はあ、怖がらないで。今までのことを謝りたいの。ごめんね。え？私ってお金はあっても愛情のない環境で育ったでしょ。あなたみたいなピュアな人に憧れと同時に嫉妬を抱いてしまうの。だからつい。許してくれる？はい、ごめんなさい。許した！何信じてんの、バーカ。あら、起きたの？メガネ。あなた、本当は視力いいはずよ。あ、本当だ。ね。はい、次は口を開けて。早く開けなさい。舌出して。私あなた人間じゃないよね。え？紅高校の笹原です。コードは3342。はい、ヒルコに間違いないと思われます。わかりました。ご到着まで責任を持って確保いたします。もうすぐ偉いおじさんたちが来るわ。おねんねしてましょうね。
誕生日おめでとう。どうしたんだ、リン。どうしたの、リン。泣かないの。パーティーの主役が泣いてたらおかしいじゃないか。そうよ。バカだな。そうだね。リン、お前も今日で16歳だ。父さんな、今日はお前にとても大事なことを話そうと思ってる。え？よく見なさい。これが父さんの本当の姿だ。びっくりしちゃったか。チンチンじゃないぞ。いや、痛いだろう。父さんもそうだった。思い出すな、16の夏、急に乳首が硬くなってね。リン、落ち着きなさい。よく見たら大丈夫よ。お母さんもそうなの？このくせにいい家に住んでるじゃねえか。え？ヒルコ。花壇！イリー！ネズミに手を出すな！イリー！よいしょ！父さん。逃げろ、リン！
頑張れ。ですけれども、どこが…いやいや、あの、お二人はなぜ銃を持っていらっしゃるんですか？あの、実はですね、野人。野人ですか？ええ、あの、この町に古くから伝わる伝説でして、10年に一遍山から降りて、バルサーするという、そいつを捕まえて、商店街にマスコットするんだ。すごい。しげちゃん、ありゃ野人だ。どうして、どうして、しげちゃん、会長、今の見ました？伝説の野人が本当にいるなんて。こいつを剥製にできれば商店街が復活するはず。あんた、どうすんの？一緒に行こうよ。助けてください。あ、やだ、ちょっと大丈夫？うわ、おい、野人じゃねえか、お前。トミコー、伝説の野人をひんむいて剥製にして商店街の名物にしよう。兵器をぶっ飛ばすぞ。うわーうわーうわー、皆さん、ご覧いただいてますでしょうか。その前の光景が現実のものとは思いません。ローカルバンドに伸びたら実に惜しい。なんとももったいない。なんか外騒がしいな。ダメよ、あなた、こねてる間は集中集中。飛び子の敵。あなた、私大丈夫、大丈夫なの。時計桜井、あ、ごめん飛び子。お前本当にパン愛してるんだな。当然でしょ、生まれ変わったらね、フランスパンになりたいわ。そりゃいいや。一刻も早く、おぞましい化け物の息の根を止めなければなりません。あれ、何にもなってないじゃん。この仇。あっ、
しなさいよ。妻がフランスパンに。よくも私の可愛い商店街の連中をやってくれたわね。避けないから当ててみろ。私はもう迷わない。もうこれでおしまいだ。行くぞ。誕生日おめでとう。え？座んな。我らヒルコ一族は何万年もの間この国で平和な生活を営んできたの。し
かし皇族の種族、つまり人間どもが現れ、その均衡は崩れたが、彼らは我々を忌み嫌い、攻撃し、長い年月をかけて絶滅寸前まで追い込んだが、全ては我々の持つこの能力を恐れたゆえにね。今我々の存在を知るのはごく一部の指導者たちだけ。でも人間の本能に刻まれた恐怖とは恐ろしいものよ。どこに隠れ住もうが、人々は私たちを見つけ出し、憎しみをぶつけてくるわ。でもね、でもね、耐え忍ぶ時は終わったの。うん、終わったの。あんたたち、私の要塞で攻撃を学び、死の恐怖を捨てて、私たちヒルコ一族がこの地上を取り戻す日は近いわ。これなんだろう。鉄仮面か、懐かしいね。ハローハロー。ああ、みんな通る道さ。いつになったらこれ外してもらえるんですか。そんな言葉100年早いんだよ。だいたい挨拶がないのが気に入らないね。まずはてめえのお宝見せるのが筋だろうが。え、お宝。ほら、四方が見せたるよ。私のお宝、死チェーソーだ。強い側に切られよ。えほら、次は値だよ。爆乳メイドの撮影さんは、うん、胸から刀さ。そんな、スミレは腕が真剣じゃ。うん、値がおめでたのみち、こんな感じでめでたいんだよ。値は顔から腕が出る。マリスさん、のの子は弟と一心同体さ。値はリアル腹踊りのシャコ。以後よろしく。いや、お母さん。どこにも行かせないよ。あんたは私らの仲間になったんだからね。え、嫌かい。エリさん、エリちゃん。あなたが新人さんね。仮面似合う。能力が覚醒したら仮面が外れるから、それまで辛抱して特訓してね。私はコスプレナースのヨシエ、よろしくね。ヨシエ、何の用だい。あ、そうだ、キサラギ様が呼んでたの。え、キサラギ様が。お呼びですか、キサラギ様。レイ、リンの様子はどう？みんなとはうまくやってる？ええ、とっても可愛がられてます。レイ、あなたにリンの教育係を命ずるわ。え？彼女を一発の戦士にしてあげてほしいの。それにあなたが適任だと思うわ。でも不満か。いえ。1、2、3、4、5。
強化スーツだよ。今後破壊活動の際は制服姿で人間社会に溶け込み、戦闘時はこのスーツに着替える。分かったね。このスーツの威力は先が思いやられるわね。ありがとう。レイちゃんって厳しいよね。私も昔しごかれてたからよくわかるんだ。あれ、このペンダントってこれってレイちゃんの宝物だよ。昔見せ物小屋で。見せ物小屋？あった。え？これ絶対内緒だよ。レイちゃんはね、ちっちゃい時に家族を亡くしていろんな家を転々としてたの。でね、3年前東北の村に住んでた時に体に変化が起きて、それを知った村の人たちはレイちゃんを見せ物小屋に売ったの。そんな、ひどい。でもその時一人だけ優しくしてくれる男の子がいたんだって。男の子って人間の？そう、こっそり食事を持ってきてくれたり優しくしてくれたり。その子はレイちゃんが心を開ける唯一の人だったの。レイちゃん、これあげるね。僕が君を守るよ、絶対に。それでその男の子はどうなったの？死んだわ。レイちゃんと仲良くしてるのがバレて不良たちにリンチされて、打ちどころが悪くて。リン、何サボってんの？来な。はい。すみません、すみません。イザナミ様だ。イザナミ様よ、ヒルコの母よ、1万年の時を経て我らヒルコ一族を救いたまえ。喜べ人間どもよ、貴様らの血をイザナミ様に捧げ盾としてくれるわ。どこだよここ。なんだこれ。見よ、私のお宝を。血と骨を切り裂け。どこだったんだよ。来い。なんだこれ。来い。来い。来い。
これでどうだ。つまらない、つまらない人間どうよ。これはヒルコの潜在能力を引き出す装置さ。ハンパモンのあんたに喝を入れてやるよ。私はずっとあんたを監視してた。優しいパパ、ママ、手作りのお弁当、バースデーケーキ、クソくらえ。幸せを知ってるやつに強くなる権利なんてないのさ。苦しめ、憎しみに答えろ。甘ったれた日々に抑えろしな。久しぶりに風を感じる。この仮面はヒルコが真に己の能力に目覚めた時外れるようにできているの。普通は早くて1年ちょいはかかるというのに。リン、あなたはやっぱり特別な子ね。私が特別？そう、あなたはヒルコと人間の混血児なの。え、お母さんも、お母さんもそうなの？お母さん、つまりこいつは雑種ってことですか？汚らしい。私たち一族には新しい血、そう、活力が必要なの。さっきイザナミ様からご託宣があったの。リン、あなたに任務を与えるわ。え？私に？お前にとっては初めてのミッションだ。標的は防衛庁長官小清水弘明。政府に働きかけ対ヒルコ特殊部隊を設立させた憎き輩だ。あの男を消せ。作戦の実行は1週間後。場所は小清水主催のパーティー会場。奴に賛同する国会議員や大企業の社長が多数出席する予定だ。この子同級生なの？怖い。そうなの？赤い助手としてヨシエを連れて行け。大丈夫リン、お前ならできる。カツ丼なんてこんな得じゃないと食べないわよね。たまにはこういう質素なものもいいですな。クラッカーバターは意外といけるな。ようこそ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 。大変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 。なんだね君は。休館が出たって連絡があったんです。休館ってあんた看護師が出来たってしょうがないじゃない。呼吸の発作が、お願い、うん、人工呼吸して。そんな困るよ。早く。しょうがないな。じゃあ緊急ということで。うん。 Ah!
やったったあ、リン、オッケーオッケー。先ほどご覧いただきました映像は、我々の不手際によりローカルのテレビ局で放送されたものです。皆様ご存知の通り、昨今のヒルコどものバックは目に余る状況でございます。今こそ我々の手で癒し影なる民を叩き潰さなければなりません。幽谷の下る皆々様のご尽力とご協賛のおかげで、今日ここに脅威の新兵器が完成いたしました。それではご紹介しましょう。対ヒルコ用超機械式人体着脱性兵器ライデンです。コンパニオンは二次会からじゃないか。どういうことだ。いや、私は何も。私は何もって、え、いや、あ、なんだなんだ、そう、薄気味悪い空気出してんだ、この二人。いや、まずいっしょ。独特だ、ちょっと怖いのかな。ハロー、ハロー、なんとかしろ、ハロー。我らヒルコ少女隊、イザナミ様の皆のもとに、おごった人間どもに天誅を下しに来た。小清水官房長官、覚悟しな。何言うだ。死ぬぞ死ぬぞ死ぬ死ぬ先は行かせない。
なめんなよ。大丈夫でしたか、長官。遅いよ、お前。さっさとやっつけろ。お前は。これぞ日本が誇る技術力の粋。大気から貴様らヒルコの邪悪な波動を集め、エネルギーに変換する究極の兵器。敵が来ると思う。まずはこうだ、こうだ。ワイヤーこれでお前も動けまい。次の時でお前を絶命させてやる。これだ。顔に穴が開くぞ。去年どんな何杯食べたっけ。お父さんとお母さんの痛みはこんなもんじゃないんだよ。リンかっこいい。さすが。話せ、話せんか。貴様らよく聞け。たった今総理大臣からな、貴様らヒルコ徹底的に絶滅せよとの命令が下った。それに俺はな、中央線のな、公園に行ってな、ズボンが、あ、裸に。こんなところに丼が、なんだろう。布団を開けたらカツ丼が。そうじゃ、うまそうじゃ。わしはまだカツ丼を食えるぐらい元気じゃ。よいしょっと。うわ、せっかくのカツ丼がチビドロ丼に。全員処分して。でも小清水の演説を聞いたでしょ。これから我々は全面戦争に突入するわ。そう。
これは戦いの呪しなの。どうしたの、リン。やめて。私にはできない。久しぶりだな。元気だったか。私、お父さんとお母さんのところに行きたい。ダメだ。お前は生きろ。生きるんだ。生きてどうなるの？これから先何があるっていうの？かつてヒルコと人間が結ばれるなんてことは絶対に許されなかった。しかし私は偶然出会った人間の女性と恋に落ちてしまったんだ。わかるな？お前の母さん、さゆりのことだ。それは一生で一度きりのかけがえのない出会いだった。私はさゆりと添い遂げるため仲間のもとを離れた。ああ、そりゃあみんなから裏切り者って言われたさ。しかしな、リン、私は殺された今も自分の選んだ道に後悔はないんだ。心を澄ませて自らの声に耳を傾けなさい。それがあなたにとって正しい道を示してくれるわ。リン、後ろ！え？
生、何が始まったの？一斉テロよ。人間との戦争よ。ここでいいとこ見せれば、イサラギ様もきっと許してくれるよ。一緒に頑張ろう、ね。ねえ、ヨシエ、こんなの間違ってる。え？何突然？今すぐテロを止めなきゃ。それって裏切りじゃない？裏切り者は死刑だよ。分かってる。でもあのパーティー会場での命令を、あなたは正しいと思った？やめて。ためらいなく女の人を殺す例を見てどう思った？やめてって。も待ってよ、シエ。それ以上言ったら私殴るよ。一緒に戦おう。そしてここを出て。殴れって言ったでしょ。何度でも言うわ、ヨシエ、テロと戦うの。使わなかったの？それは凛ちゃんと一緒だよ。止めに行くよ、ヨシエ。うん。
ララ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 ラヒルコをとっ捕まえてたな。生物兵器で売り分けんだ。お前んとこ土地余ってんだろ。クソヒルコどもはこのぐらいが上等なんだ。ヒルコの宴のため総理をお迎えに参りました。裏切りかい。これだから雑誌は嫌なんだよ。やれ。
ザナミ様が血を欲しがっております。日本を司る者、そう、あなたの血を。死が、このヒルコ野郎め、殺せるもんなら殺してみろ。行かせない。
友達を死なせてあなたはそれでいいの？ヒルコ一族のために死ぬんだ。降臨さ！日本のリーダーじゃ！わしの腹が刀もピールじゃ！バカなクセ野郎だわ！そんなものは聞け！人間の優しさを。これ僕が君を守るよ、絶対に。リン、レイ、あなたは知ってるはずよ。大切な人を失う悲しみを思い出したくない。あんな悲しみ私は二度と嫌。やめろ。他人にもそんな思いはさせたくない。それが人間だってヒルコだって。やめてくれ。
サラギが私に命じたのはこの世に悲しみを増やすことだった。なのに私は間違いを犯すまでそれに気づけなかった。バンバーのお手手は魔法の手、何でもできちゃう不思議な手、どうしてそんなにできるのかな。パオー。でも今なら言える。仲間にそんな命令を下す男を私は信じることなんてできない。ねえ、目を覚まして。キサラギは私たちのことをただの道具としか思ってないのよ。リン。その通りだ、虫けらども。サバの生贄にしてくれるわ。それがこれだ。刀で始末してくれる。俺を受け止めろ。受け止めるんだ。パオ！キサラギ、お前は間違ってる。うるさいうるさい。血の制裁を受けてみろ。Thank you.
これからだよ。どうするの？とにかくここを振り切らなきゃ。その後は？わからない。でも生きる、生きてみせる。お前らなんかに助けられる覚えはないわ。このクソヒル子供が。
まま